いや今日はね、ちょっと久しぶりに牛丼を朝食っちゃおうかなと思ってね、ここにやってきました。どんぶり太郎、ちょっとね、行ってみたいと思います。いや、食べましたけどね、久しぶりに食べたけどね、まあやっぱり大手の牛丼チェーン店に比べるとね、ちょっとこう味が濃いというか強めというかね、でもそこはまあいいんじゃないかなと思います。まあね、これがある意味牛丼的には平成のね、ノスタルジックなのかなと。まあもう今はね、店舗が、まあ、少なくなっちゃってるけども、まあ復活することもないと思うんだけど、残ってほしい店かなと思います。まあ、また機会があったら寄ります。ごちそうさまでした。やめなさい、二人とも。すぐそうやって喧嘩ばっかりするんだから。